はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの竹谷直樹です今日は復活これだけで中学受験できます中学受験算数基礎講座え速さの9回目ですね、えー、今日からね旅人山今日はね旅人山の中のね、えー、追いかけて追いつくというパターンをやってみましょうこの中学受験桜らチャンネルは 私竹穴樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンンネル登録メンバーシップお願いしますでは早速やってみましょう。A さんが分速 90m の速さで駅に向かいました。 15分後、お父さんが分速540メートルの速さで車で追いかけました。お父さんは出発して何分で A さんに追いつくことができますかと、ね、いうことなんですけど。さあ、えー、A さんが分速90メートルの速さで駅に向かっている。さあ、これも家でしょうね、ここね。そして、 駅に向かったさあそして、えー、15分後にお父さんが、えー、車で追いかけた A さんは9 0 m 分そして15分始め先にスタートしていますさあ9 0 m ート1 5分,15分ねさあこれねまあまだ後にしましょう でそして15分お父さん5 4 0 m 分の自動車で追いかける。さあそしたら一体何分で、えー、その A さんに追いつくことができるかいうことなんだね。でどういうふうに考えていくかっていうとまず A さんはお父さんが出発する時には9 0 m 毎分が15分。 90×15 の五、千三1 5 1 3 5 0ルもう先に歩いているんです1 3 5 0ルね先歩いているとさあそしてこの1 3 5 0ルお父さん追いつかなければいけません、ね、A さんはゆっくり歩いていく、ね、お父さんは5 0 0ル前でね A さんがここから1 1> 1分間90メートル歩いた時にお父さんはもうメートル進むわけです。そうだとするとね 90m 行って父さんは 540m 行きますから1分あたり、実はお父さんは5 4 0く9 0の 450m この 1350m の差が 縮まっていくんだよね1分で 1350m の差を一気に 450m ずつ縮めていくわけですから何分でゼロになるかというと 1350m÷450 ですよね。ねこれ3分ですよ。3分で追いついちゃうんです。ねちょっとやってみましょうか。 九十9ける三します。二百七十メートル進みますね。だ全部で千五百、千六百二十メートル進みます。さあ、百四十メートルで三分進みます。五百四十4ける三は、やっぱり千六百二十メートル追いつきますよね。こうやって、A さんが最初千三百五十メートル差がついていた。 1>, 1分で9 0ル進む1分で5 4 0ル進む引くと1分で4 5 0ル近づくことが分かるだから1 3 5 0ルの差を4 5 0ルずつ4 5 0ルずつ1分で追いついていくと3分で追いついてしまうということなんだねさあじゃあもう一問やってみましょうこういう考え方ですまあパターン一緒です弟が分速6 0ルの速さで家を出て学校に向かう 兄が24分後、分速140メートルの速さで弟を追いかける。まあ、自転車かなんかでしょうね。兄が出発してから何分後弟に追いつくか。ね、さあ、えー、これも図示してみましょう。弟が、分速60メートルの速さで出発。さあ、そして24分。ずっと弟一人。 その後、兄が、分速、140メートルの速さで追いかける。ね。さあ、この時点ではもう差がついてるわけです。んで、徐々に徐々に差を縮めていって、兄がどこで追いつくか。ね。何分後に追いつくかってことですけど。さあ、まず、弟がまず何メートル先行ってるか出します。60メートル毎分が、 24分分ありますから60、60×24 の0、6、4、24、6、2、12。もう1440メートル弟は先に行ってるわけです。さあ、その後お兄ちゃん風速440メートルで必死で追いかけます。さあ、そうすると、弟は相変わらず60メートル毎分で、えー、1分あたたです。お兄ちゃんは140メートル毎分で進む。 まあ自動車ほどじゃないけれども、ちょっとずつ縮まっていく。どれだけ縮まっていくかというと、140-60の。さあ、1分あたり、80メートルずつ縮まっていくんだね。じゃあどういうふうに縮まっていくかというと、1400メートルあった差が、 80メートルずつ80メートルずつ縮まっていくわけです。ね。だから 1440÷80 は1818 18分後にこうなって ここうなって追いつくんだねこれねれ 1,440m 差があるその後は弟は弟メ 60m 兄は 140m だから引くと 80m ずつこの差がなくなっていくんだね1,440を80で割ると18分で差がなくなることになるんだとねえー、これが旅人山の基本的な考え方です明日はねちょっとね せっかくですから早さと火を使って、えー、この問題を解いてみるっていうのをやってみましょう。いいなと思ったらチャンネル登録、えー、メンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。